ショートカットヘアとはっきりしたメイクで大正から昭和の初期を彩ったモダンガール。日本モダンガール協会の代表浅井佳代さんは、そんな彼女たちに憧れ、当時のファッションとライフスタイルを実践しています。浅井さんが大正文化に興味を持ったのは小学校の頃。明治大正時代のテーマパークを訪れたのがきっかけでした。小学校の低学年の頃に岐阜県の日本大正村と愛知県の明治村を訪れて、建物と展示に大変感激をして、それからそういう古いものを興味を持ちました。東京都杉並区にある自宅は大正から昭和初期の生活を再現しています。電話は黒電話で、もちろん携帯電話はありません。冷蔵庫は氷の冷気で冷やすタイプ。音楽は蓄音機を使ってレコードを聴いています。服装は大正から昭和初期に流行したモダンガール、いわゆるモガのファッション。メイクもはっきりしていて、自立する女性の強さを表現しています。かつてモガファッションのコンテストに参加した時には、会場で着替える参加者を横目に私服のまま出場し、優勝したということです。帽子が、これは典型的なモダンガールの帽子なんですけど、釣り鐘型でちょっと目深にかぶって、右にちょっとこう少しこう傾けるような感じの帽子ですね。断髪でここはちょっとこう耳からこうちょっと出るような感じの髪型に、眉毛はこうスーッとした感じ の今みたいにこう山を作ってっていうよりはこうスーッとした感じの眉に、目はちょっとはっきりめに描いて、で頬をちょっと明るめにして、で 口紅はナチュラルメイクではなくて、どっちかというと濃い赤ですね。そういうものが多いです。2004年からモガファッションを普段着にした浅井さんは、古本と骨董の店で事務をする傍ら、2007年に自ら日本モダンガール協会を設立しました。会員制の交流サイトにはおよそ180人が参加し、各地で開かれる大正時代関連のイベントに参加したり、蓄音機を使ったコンサートを開いたりしています。モダンガールが好きだけれども、それをこうちょっと一人でできないなという人が割とたくさんいて、そういう方からお手紙いただくんですけど、一度そういう方も思い切ってこう集まってみて、そこで情報交換をしたりとか、ちょっとそれをもう一度こう勉強する場としても、大きな会をちょっと一回開きたいなと思ってますね。最初は私自身もこうちょっとおどおどしてる部分があったんで気になったんですけど、今は全くその通りすがりの方はちょっとじっと見られることありますけど、それでも別にそれで気になることはないですね。浅井さんがよく訪れるという浅草ロック通りにあるアンティークショップ東京ホタル堂。浅井さん同様、生活密着型の大正モダンを追求している店主の稲垣純一郎さんも浅井さんの活動を応援しています。佳代さんの強みは本当に実践してやってるところで、また自分の位置、そして時代を読むっていうことを大切にしているところがかっこいいと思います。理屈じゃなくって背中を見せていってほしいんですね。日本っていうのはとても歴史がある国で、今でこそ女性が普通にこう男性と一緒に働いて普通に生活してますけど、そこに至るまでの過程でモダンガールっていう大先輩の女性たちがいて、その方たちの生き方をもう一度学ぶっていうのは、これから生きる上で非常に大事だなと思ってますね。今年平成23年は大正100年の節目の年。浅井さんはファッショナブルで自立した強い女性の象徴でもあるモダンガール像をこれからも追求していきます。